体育のお兄さんです。テニマップです。ちょっと破け始めましたね、これ口が回ってないな、あんまりね。昨日よりは体調いいですね。やっぱ睡眠が大事なのかな。15時間ぐらい寝てますけど現在4時40分、起きたのが4時ですね。寝たのがね12時ぐらいなんで、あれ結構寝てんな15、16時ぐらい寝てんのか。はい、これが切れたのでこれが切れたので買ってきました。これいいっすよ、ほんと。これなんかね、うちね、体の中からすごい熱くなってきて熱が出る感じなんで、小豆バーちょうどいいですね。硬いし。はい、これ買って、で、また今日も家帰って、今のところ頭痛もイブのおかげでないんでね。問題はこの痺れですね。痺れ。この薬指と、この小指がね、ビリビリ痺れちゃってここだけですね、うん、はい、こんな感じですね。3日目はこんな感じでした。なんか2回目のワクチンよりは軽いのかな、もしかすると。まあ油断するとあれなんで、まあまだおとなしくしますけど。はい、ではでは3日目の状況でした。